とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン7、3回がきつすぎますということですね。その対策を今日はやっていこうと思います。まあ、この対策もね、結構コメント欄で、やりとりがあって、面白い対策があるので、それを紹介していきます。まあ、とりあえず1回、問題ないですね。1回はクリーパーが、まあ、1体出てくるだけなので、全く問題なくいけると思います。問題はね、やっぱ3回だよね。俺も初見の時に、3回は難しかったもん。あそこは難しかった。確かに、この序盤の回、とは思えないぐらいの敵の攻撃力。きつい、あそこは。やっぱ、あそこでね、つまずく人っていうのも出てくるっていうのがわかるな。本当にきつかった。で、一回クリアしました。報酬、一回から取っていきましょう。これがいいです。スプラウトアーマーだね。この特徴として、スキルで、モブをトラップにかけて毒ダメージを与えるっていうやつですね。モブが動けなくなってダメージが徐々に減っていきます。まあものすごい HP の低い雑魚敵だったらその毒ダメージだけで倒すことができますね。で、最大値は2体までです。2体まで、ツタに絡め取ることができます。ただ注意点としては、この装備軽減がついてません。35% 軽減がついてないので、傭兵アーマーよりも若干柔らかいと思っておいてください。でもまあ、これね、スキルとプラスエンチャントでポーションバリアがつくのよ。ポーションバリアがあれば、3回はものすごい簡単にクリアすることができます。なので、とりあえずポーションバリアは入れておくようにしましょう。で、こういうね、雑魚の時には、うまいこと、ツタっていうかね、回避を使って、敵に毒ダメージを与えていくようにすると、いい感じです。まあ、この遠距離系は、距離を取って、戦ってくるっていう習性があるので、まあ、その、距離を取らせないっていうのも、いいところですよね。はい、2回、クリアです。で、2回の報酬、ここは星なき夜ですね。やっぱりもともとノーマル剣で行くときつかったのよ。なんで、星なき夜入れましょう。星夜の働き鉢を入れていくと結構楽になるのよ。結構楽になるけども、それ以上にポーションバリア2、これにしていくと7秒間ほぼほぼ無敵になるので、こっちの方が、慣れてない人には安全かな。で、ここ、上から石が降ってきますよね。落石があります。あれ、食らうと死んじゃうので、注意してください。落石には注意。もうほんとね、これは修正してほしかった。なぜ落石で死ぬっていう感じなんですよね。しゃ。OK。結構 HP 減ったな。でも大丈夫です。ポーションバリアがあるので、7秒間である程度型をつけます。これ、ある程度ですよ。ある程度。ポーションバリア !7 秒間、ほぼほぼ無敵なので、戦っていきましょう。で、逃げられないようにうまいこと、このツタダメージね、これも入れながら行ってください。7秒間さえあれば、まあ、半分以上は、片付けることができると思うので、かなり楽になります。まあ、ただこの、虚無にはならないようにね、ここに入ると虚無化するので、ダメージがもう、もろに増えてしまうのよ。これ虚無になっちゃうと、ポーションバリアやってる意味がないので、とにかく虚無にはならないようにしてください。まあまあ大丈夫と思うんですけどね。はい、ポーションバリアで頑張ってみましょう。それでは今日はコメントありがとうございました。3回の攻略です。まあ、3回さえクリアしてしまえば、
あとは、6階まで行ってショートカットっていうのができますので、誰でも行けるんではないでしょうか。やってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。